はい、先生こんにちは。こんにちは。また撮影に行ってきました。はい、撮影に行ってきたということで、今回は撮影に行かれた先生は、もうすでに出されて、そうです。2作出されてる先生で、はい、今回は、どこの施術、そうですね、部位というところなんですかね。はい、1作目が、1作目、2作目が肩こり腰痛だったんですけど、今回撮ったのが膝。です。はい。で今まで弊社で膝に特化した DVD っていうのはなかったんで、はい、まあ、テーマ的にも、まあ、新しいかなと思って出させていただきました。でまあ講師の先生は、まあ、結構有名な松尾先生。松尾先生。はい。大阪で。そうですね。大阪で活躍されてる先生なんですけど、はい、以前まではマジックっていう制作法だったんですよ。で今ちょっと最近ミオンパシーっていう施術法、独自の施術法に、はい、変わって、はい、まあ、オステオパシーを、オステオパシー、はい、メインに使われている先生です。ちなみにオステオパシー、はい、オステオパシー、まあ、その施術を使って、まあ、整形外科の先生たちも、うん、まあ、研究会とかでこの先生の、まあ、術理を紹介したり、うん、されているというようなところで、オステオパシー腰痛施術テクニックとか、はい、まあ、腰痛肩こり、まあ、肩こりの施術のテクニックも出されている先生ですね。うん、そうですね。でオステオパシー、はい、ちなみにどういう感じの、正直ね分かってないんですよ、です、ね、僕も。で僕もちょっと今調べてきたんですけど、あ、ありがとうございます。まあ、アメリカで、まあ、医療免許を、うん、まあ、持てる、まあ、哲学的なものだということで、はい、ドクター・オブ・オステオパシーと呼ばれて、うん、まあ、西洋医学の、まあ、医師と同様の、まあ、医学のスペシャリストということですね。でなんか骨のみを調整する主義とは異なって、うん、まあ、骨格や運動器系、動脈、静脈、まあ、静脈や、うん、リンパなどの循環器系と脳髄液の循環を含む神経系など、解剖学的また生理学的な広範囲の医学知識を、まあ、勉強した上で、まあ、主義を、まあ、用いて自然治癒力を、まあ、生かしているという、はい、まあ、まあ、医師の先生とかが、まあ、医学大学で、まあ、4年間勉強されて、それから、まあ、6年間ですね、6年間勉強されて、そこから臨床に行く、なるほど、というところ、まあ、結構深いところ、そうですね、かなというところですね。日本ではまだそういう医学的な同等ぐらいのレベルとはされてないんですかね。おそらくアメリカは、そうですね、その本を学ばれて、なるほど、はい、その筋肉をロックしたところを解除することによって、うん、そうですね、というところですかね、うん、で今回もその技術は使われています、はい、扱われている、はい、はい、まあ、メインは膝っていうのなんですけど、まあ、やり方は、まあ、ちょっとここで DVD また見ていただきたいんですけど、考え方っていうのが一つありまして、例えば膝痛って何が原因で起こってるかっていうのは分かりますか。膝が痛い、まあ、おばあちゃんが言ってるのは水が溜まってるとか、ありますね、よく言ってますよね、はいはい、例えば骨が変形しているとかあるんですけど、実はそれが原因ではないんですよね。骨では変形とかそういうのではない。そうそうそう、水が溜まるかな、溜まってるかな、膝が痛いとか、はい、骨が変形しているから膝が痛いとか、はい、っていうのではなく、はい、それはあくまでも要因、それは要因、うん、原因ではないですよね。膝が痛くなる要因ですので、まあ、いろんな多分あるとは思うんですけど、はい、あくまでも要因なんですよ。でも原因って他にはあると思うんですよ。例えば膝が、に水が溜まるのは何でか、あ、なぜじゃあ溜まるのか、元、そう、その元が原因となるので、はい、その元を正さないと、直さないと、根本と根本的に直さないとダメなので、結構この間違った認識っていうのはされてる方が多いですよね。水だけ取ればとか、はいはいはい、そうするといろんな要因が出てきます。そうなんです。例えば水仮に取れたとしても、その水を固まる根本的な原因を改善していなければ、また水たまりますよね。同じことが起こってくるってことですね。そうなんですよ。だからそこの理論から間違った、まあ、知識、そしてその間違った知識を正しくする理論、そしてその正しい理論をもとに、オステオパシーを使って、はいはい、改善へと導く主義っていうのをもうフルに収録しています。
もう膝に特化した膝に本当にもう膝だけに特化してます今回は。なので肩こりとか腰痛っていうのは、はい、まあ、前作見ていただいたらいいと思うんですけど、はいはい、膝の学びたい習得したいっていう方がいるましたら絶対にこの技術はいいものだと思います。でね、意外と膝痛い人って年の老いた人が多いっていうイメージがあるじゃないですか。もうそれしかないですね。ですよね。膝が痛い、おばあちゃんおじいちゃん、おばあちゃんおじいちゃんですよね、はい、実はね若い人もめちゃめちゃ多いみたいなんですよ。膝、膝、その松尾先生のところにはじゃあ若い、うん、はい、方もいらっしゃるという。そうなんです、若くて女性が多いって言ってました。若くて女性が多い、はい、で、僕もまあちょっと26で若いうちの方に入るんですけど、はいはい、膝なんて全然痛くないんですよ、ね、膝はね痛くなることは、うん、あんまりないないですよね、うん、で、なんでこいかなって話続けていくと、あのやっぱり運動してる人ですって。あ、はい、運動、例えばバスケとかジャンプを繰り返すとオスグッドであったりだとか、あの、まあ、いろいろ症状はあるんですけど、うん、あのバスケしてる人、バレーボールの人、サッカーの人とかも結構痛いみたいで、そうやって運動されてる若い人はよくこう膝が痛くなりやすいと。あ、なるほど、うん、なので若い人が多い、多いですよね。まあ、症状オスグッドと普通の例えば水が溜まるっていう症状はちょっと違うんですけど、でも結構あの若い人が多いので、先生の今院に来られてる患者層がまあ高齢者がいなくて若い人が多ければ結構膝っていうのも導入できる一つじゃないのかなと。まあ地域性的なものもありますね。ありますね。小学校というか学校が多いところとか、うん、そうですね、まあ、住宅にね、うん、構えてらっしゃるんであればね、はい、そういう方を集めることもそうですねできるっていうことですもんね、うん、まあ、最近健康部分でジョギングされてる方もいるんで、まあ、そういう方が、まあ、痛みとか発生するかもしれないですね、うん、はい、そうなんです。なので今回はまあ膝というところをテーマに、初めて、初めてです、ね、はい、膝、あのデスクの中で膝っていうのはあるんですけど、膝に特化したあの教材っていうのは初めてですので、ちょっとまた違ったあの知識を得れるのではないかなと思います。あ、そう、まあ、あのね、膝、はい、というところをテーマにしているので、はい、いつになるんでしょうか。年内にはおそらく出ないかもしれない、はい、出ないか、もしかしたら年内にあのお見せできるかなと思います。おそらく年明けですかね。年明け、はい、まあ、今回もこの、まあ、動画の下の方に紹介でリンクは貼っておきますんで、はい、まあ、一度販売のページの内容とかを見てもらって、そうですね、よろしければ手に取ってもらって、はい、どんなコステオパシーというのは、はい、どういうのかというところを見てもらうのも、まあ、いかがでしょうか。そうですね、いうですか、はい、はい、本日も以上で、そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。